ミニデーモンの継承ガチャ20連をやっていきます。はい、これまでですね、63匹仲間になっております。7種類の性格揃っております。今回ですね、このうち20匹とお別れ、継承ガチャ20連をやっていこうと思います。ということで、まあ、継承玉として残るですね、スキルとか特殊効果見ていきたいんですけれど、はい、まずスキルですね。まあ、B スキルと A スキルとして、光のブレス、そしてイオナズンがあります。まあ、今回のポイントはイオナズンを1個でも落とせるかというところでございます。はい、あと特殊効果はですね、攻撃魔力は S まで、素早さ B まで、イオ呪文ダメージは S まで、ヒャドブレスのダメージ B まで、あとは麻痺耐性ですね。はい、S までということで。はい。まあ、早速ですね、継承の画面見ていきましょうということで、お別れの画面ね、切り替えていきます。はい。まあ、悪魔系で、絞り込みをしております。で、ですね。まあ、イオナズン持ってるやつはですね、黄色の星印つけておいてですね、あと、光のブレス持ってるやつはですね、赤の丸印をつけております。まあ、両方ないのは、はい、バツ印つけております。というわけで、今回20匹と、お別れしていきましょう。まあ、何匹かね、イオナズン持ちのやつが、いたり、光のブレス持ちのやつがいたりします。光のブレスはね、継承玉4つぐらいあるので、まあ、そこまで必要ないかなという感じです。はい。というわけで、10匹選択し終わりましたね。はい。というわけで、じゃあ早速、ね、見ていきましょう。まあ、少し、何匹か見ていきましょう。これはね、イオの呪文ダメージ、ですね。A の継承玉あります。10% で落ちます。こういうのはね、落としたいですね。あと、こいつはイオナズン。はいですね。あとは素早さ B とヒャドブレス B が、はい、7.5% とか、こんな感じになります。はい。というわけで、まあ、イオナズン持ちも、もう一体見ていきましょうか。こいつは 10% ですね。イオナズン。はい。イオの呪文ダメージ B とヒャドブレス B と、あと素早さ B が、5% ずつということで。はい。というわけで、では、早速お別れの方していきましょう。イオナズンが残るかどうか、注目です。では、さようなら。はい。あ、イオナズン残らないですね。残念。あとは C と D しかないですか。まあ、ちょっと厳しい結果に終わりました。はい。というわけで、もう10連行きましょう。はい。というわけで行きます。1、2。今回はちょっとね、紫のバツ印ということで、イオナズン持ってないやつ、光のブレスもないやつが、まあ、多い。ですね。はい。ちなみにですね、ミニデーモンについては、素質、まあ、60数匹仲間になって、素質としては、蝶のやつが一体います。はい。力自慢のやつですね。こいつは鍵かけております。極みはなし。あとは全部、徳とか優とか波になります。はい。というわけで、10体選びました。まあ、今回もね、イオナズン持ちのやつが、何体かいたかと思います。ちょっと、見ていきましょうか。こいつは麻痺耐性 B、15% ね。麻痺耐性 B ね。結構重宝しますよね。まあ、スカイドラゴンがですね、高熱のガスで麻痺させてくるので、まあ、これはぜひね、耐性持っておきたいところですね。はい、イオナズン 10%。あとは素早さ B、15%。あとこれもですね、イオナズンは 5%、麻痺耐性 A が 5% ずつと。ということで、素早さ B が 15% ということになります。というわけで、行きましょう。まあ、今回もね、イオナズン持ち少ないですけど、はい、います。どうなりますか。ね、さっきはね、ちょっとね、B も A もね、S も、S、B、まあ、C と D しかなかったんで、ちょっと今回は、少なくともね、1個ぐらいね、B、A、B 欲しいところです。はい、というわけで、イオナズンが来るかどうかを注目して、行きましょう。さようなら。どうだ。ああ、今回も来ないですね。ちょっとイオナズン難しい。攻撃魔力の B が、まあ、1個あって、あとは、麻痺耐性。これが、まあ、来たのは、良かったですね。麻痺耐性は、80% プラスになります。はい。で、攻撃魔力は、プラス13ということでございます。はい。ということで、まあ、今回はですね、ミニデーモン継承ガチャ。20連、20匹とお別れをしてきました。まあ、こんな感じでですね、私の場合、サブチャンネルのドラクエウォーク、継承ガチャの時はですね、一つのモンスターに絞って、10連、20連単位で継承ガチャの方をしております。
もしよろしければですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、はい、ありがとうございました。